皆さんどうもゆっくり霊夢です。マリサだぜ。さて今回は新しく発売されたミステリーボックスとパラダイムトリガーを開封していくよ。では早速見ていこうぜ。デッキケース、デッキシールドは壁画フールギア、プロモカードはレジドラゴでした。もう1ボックス買ったからそっちも見ていくぜ。2ボックス目のデッキケースとデッキシールドは、レジエレキとレジドラゴのデザインでした。プロモカードは同じくレジドラゴ V。かぶっちゃったのがちょっと残念だね。それじゃあミステリーボックスに入っていたパラダイムトリガーのバラパックを見ていくぜ。今回の注目カードはなんといってもルギア。ルギア V のスペシャルアートは初動が10万前後というすごい金額で取引されてたんだぜ。ロストアビスに収録されたギラティナ V のスペシャルアートも初動から高い金額だったけど、それをもう上回るとても手が出せないところに行ってしまったね。個人的には渡るも当たったらテンション上がるんだけど、ルギアのスペシャルアートのイラストがかっこよくて今のところは一択って感じだよな。モロ世代だったりするからね。でもロストアビスからあまり良い引きができてないから、ここら辺でまた運を上げていきたいね。このバラパックで出てくれたら一番嬉しいんだけどな。ルギアさん、お願いですから出てください。ある意味願いが届いたのかルギア V スターの登場。普通に嬉しい。こっちのイラストも普通にかっこいいよな。V スターパワーのアッセンブルスターは、自分のトラッシュからルールを持つポケモンを除く、無色ポケモンを2枚まで選びベンチに出すことができる。この調子で V も出てくれたらいいな。ルギア以外の V は結構出てくれてるんだけどね。バラパック最後の一つ。レジドラゴ V。今日はよく出るな。ということで続いてはパラダイムトリガー1ボックス開封していきます。今回は残念なことに抽選に外れまくり、1ボックスしか手に入れることができなかったぜ。もうこのボックスにルギアスペシャルアートを託すしかないということね。そういうことだ、出てくれることを祈ろう。ちなみにポケモンセンターオンラインで2次抽選の申し込みはしてあるので、もし当たったらそちらも動画にしていきたいと思います。もちろんリザードンとレックウザのスペシャルデッキセットもしっかり応募しました。両方当たってくれたら一番嬉しいね。そういえばパラダイムトリガー1ボックス購入したから、プロモカードが1枚ついてきたんだぜ。ラインナップはルギア V、V スター、シェイミ、アーケオス、ダブルターボエネルギー。ルギア V スターはパラダイムトリガーのイラストとは違っているようだ。それは楽しみ。動画の最後に開封していくぜ。さて話を開封に戻していこうか。話してる最中に V もいろいろ出てきたけど、ルギア以外にレジエレキ VMAX も欲しいんだよな。特性のトランジスタは自分の雷タイプの種ポケモンが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージはプラス30される。種ポケモンである必要はあるけど、レジエレキ VMAX が場にいるだけ重ねられるのは、なかなか強い気がするんだよな。私はグッズの森の封印石と大地の封印石が欲しいかな。大地の封印石はさっき出たな。大地の封印石は相手のポケモン V 全員に、それぞれ残り HP が100になるようにダメ感を乗せる。森の封印石のスターアルケミーは、自分の山札から好きなカードを1枚選び手札に加える、そして山札を切る。この3つのカードはポケモンにつけておくだけで V スターパワーとして使えるからちょっと試してみたいかも。まあどっちを使うかはデッキ次第ってところか。さてパック開封も後半戦に入ってるけど出てくる気配がないね。最後の最後に出てくるパターン。レジエレキ V の SR でした。さて最後にルギアゲットチャレンジしていくよ。ここでルギアが出てくれればもう何も文句は言わない。お願いします、お願いします、お願いします。